胸を、鈴木胸よ。心ならずも、善科を追ってしまった鈴木胸よ。ぶっちゃけあれば、冤罪のような気もするが、まあ、しかし、しょうがない。善科がついてしまった鈴木胸よ。なんで、お前が懲罰委員会の委員長なんだ。善科を持った者が、懲罰を人に下す。しかも、今回、ガーシーに対して、まるでこれは冤罪じゃないか。 冤罪を受けて悲しい思いをした者が、今度は冤罪を吹っかける側になったのか。なるほど、冤罪の苦しみを知っていればこそ、冤罪を吹っかけて苦しめようという作戦、まあ筋が通らないでもない。しかしな、なんか違うんじゃねえか胸を国会議員としての大ベテラン、鈴木胸をしかし、たったの22万票こんな低い指示で、何が 懲罰委員会委員長だ。何なんか書いてあるぞ。ガーシーから。長い間やったのに、そんなもんかいな。そら俺が脅威やな、ほぼ組織をやろ。わらわら。ガーシーは、おおむね30万票取っている。しかも、いきなり出馬だ。胸よ。鈴木胸よ。国会議員のベテランなら、こんなしょぼい。 新人に大差をつけられて負けるような得票数で、何がお前、懲罰委員だ。ふざけろ、しかも、懲罰委員会。なんか知んないけど、大層な椅子にみんな、眼首並べて、無言だよみんな。なんだ、集めるなよ。リモートより立場あるじゃないか。何をやってんだしかも何弁明はリモートは受け付けないじゃあお前もう電話すんなよ。電話で謝罪したことないのか 直接会わないと何もできないのか直接会わなくてもできること山ほどあるんじゃないのか一体いつの仕事してんだよ胸を。胸を。とにかく、人の邪魔すんな。俺たち、30万人近くがガーシーを選んで不正の闇を暴こうとお願いしてるんだ。ガーシーがいなくなっても、ガーシーの、お前この野郎、 癖を暴く、めくりは終わらんぞ。何やってんだ胸を。胸を。冤罪を受けて、ピーピーをめいてた者が、今度は人に対して冤罪か。頼むぞ、胸を。国会議員らしく、男の、忠誠を尽くせ。ガーシー君はまだ、新人ですし、任期6年のうちの最初の数ヶ月、ねえ、登院しなかっただけじゃないですか。 長い目で見直しようよ。しかも、今回、海外から国会議員活動するってのは、立派な公約じゃないですか。なんで、公約を守ったものが、国会議員ごときに追い落とされなきゃいけないんですかちょっとおかしくありませんか私は以前、冤罪を受けて、非常に悲しい思いをしました。今回も、冤罪みたいなもんじゃないですか。何をやってるんですか私は、一人でも、一人になっても、この新人議員を守る、 将来のこの国のために新人議員を守り大きな新しい日本の時代を作ってもらうことに若い人に期待したい。期待したいよ。ロスジェレの責任は私にあるんだ。ガーシー君、なんとか頑張ってもらいたい。みんながガーシー君がおかしいことをしてると思うんだったら、だったら排除するんではなくて、どのように本来の国会議員としての職務を果たすべきかを排除せずにどんどん段階を踏んで 覚えてもらうこと、これが私たち老人世代にできることじゃないかね。どうですか皆さん。そのための懲罰委員会の会議に切り替えませんか